滋賀県で薪ストーブとペレットストーブが大好きな工務店をやっておりますベストハウスネクストの吉本です。先日東京の方で出張、勉強会に参加して初めてカプセルホテルというところに泊まらせていただいたんですが、結構いびきとかがうるさくてですね、ちょっと寝づらくなってたっていうのがありまして、ふとそういった住宅でもですね、自分たちの家でもそういうようなことがあるんじゃないかなと思って、調べてみましたら、大体睡眠時に30デシベル以上の音があるとちょっと障害が出てくる可能性がありますよということを、お医者さんの方、現役医師の徳田さんという方が提唱されているそうです。それを測るのにはスマホアプリなんかで、測ることは可能だそうなんで、もしよかったら一度ちょっとうるさいかなと思われる方は、測ってみられて、その後で対処方法ですね、考えてみられたらいかがかなと思いました。以上です。